ような感じです。おーってきますよね。どうなってるどうなってる。結構熱い。熱い。いいね。右ゴリゴリゴリなんです。うわ、右の方がめっちゃ痛いわ。うわ、ね、あなたの悩み1回です。藤田自動神経院長の稲田です。総合神経医の野口です。高橋治療院の宇多田です。というわけで、野口先生、前回の斉藤先生の猫背治療に引き続き、今回もなんと高橋先生のたくさんの宇多田先生に治療してもらいたいと思います。お願いします。スタッフが元気になれば院長も、ね、優しくなれるということで、優しくなれる、はい、ということで今日はどこが首、肩、背中、腰かな、いっぱいありますね。ほぼ全部。宇多田先生、今日はどんな治療をしていただけますか。はい、だいぶガチガチかと思いますので、はい、私のこう手だけじゃなくて、はい、今回フォトストーンっていうものを使いたいと思います。嬉しい。流行ってますね。結構そうですね、中まで温めることができるので、はい、フォトストーン使いながらオイルも使いながらちょっと流したいなと思います。いいですね。はい、なんだったらちょっと一応熱くしてもらいたい。ちょっと厚めで。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。肩甲骨のところですね。はい、お盛り上がりがあるので、凝ってて盛り上がりができちゃっているので、肩甲骨はあんまり盛り上がってないですね。そうなんですね。うん、盛り上がりがある。これをスッキリとさせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、やってみよう。では失礼いたします。まず最初にオイルをつけていきます。だいぶ野口先生、極楽パターンですね。どうしてもね、いい感じですか。この辺凝っちゃうんですよね。肩甲骨周りがガッチガチですね。ストレスとか感じてらっしゃいますか。そうですね。即答いただきました。ストレスあるの。ストレスあるとのことですね。何のストレスでしょうね。あ、そっちですね。ガッチガチですね。オイル塗ってマッサージって気持ちいいですよね。そうなんですよ。では、このような感じです。おー、わーってきますよね。どうなってるどうなってる。結構熱い。熱い。いいね。すごい。ダチョウクラブも熱いお弁当が好きですからね。そうなんですよ。こちらのホットストーンはだいたい40から50度ぐらいに設定しております。そうすることによって中までしっかりと温めることができるようになってます。でも気持ちよさそうですよね。痛みとかは全くないので。どうですか先生。気持ちいい。気持ちいい。いただきました。暑さ慣れてきた。再加熱する。再加熱できるでしょうか。おかわりいらない。特にこういう肩周りがですね、がっつり固まっているので、私はすっごい実は力なんか入れてるんですけれども、痛みでは感じないと思うんですが、カッサみたいな形のフォトストーンバージョンなんですけど、こういうのを使いながら。それもあったかいんですか。そうです、一緒に温めております。どうですか先生。なんとも言う痛気持ちいい感じが。ツボにも入れていく。痛い。いいですね。多めでお願いします。はい。喉痛いんだ。そう、特に女性はこういうところがですね、凝りやすくなっております。ね、肩甲骨の外側のところ、ね、凝りやすいですよね。はい、それででも肩甲骨の、ね、はい、外側を揉みながら、はい、温かいフォトストーンをまたその内側に置いてるのも大事なんですね。あ、そうなんです。まずここで温めながら徐々にこちらに広がっていく感じですね。 あの刺激も与えていく。意外に刺激的なの。なかなかなゴリゴリを。ゴリゴリした感じ。骨出てるんですけれども、出ないで埋まっちゃってる方も多いです。埋まっちゃってる方が良くないんですか。そうなんです。お肉で埋まっちゃってる方もいるんですけれども、はい、動きがすごい悪くなっちゃってて、うん、全然出てない方もいるんですね。よく羽って言いますもんね。そうです、ね、そうなんです。羽出た方がいいんですね。出た方がいいんです。でちゃんとこの羽がもっともっとしっかり出て、ここの動きが良くなることによって可動域も広がっていくので、していきたいなと思います。
どうですか、ナグさん、羽羽だってね、最初あんま出てなかったですもん。結構この動きも少しずつ剥がしながら行くと動くようになるみたいな感じですね。なんかだいぶ動き良くなってきましたね。なんか実はこの私の右じゃなくて左の使い方が大事だったりするんですけど、この流れがだいぶ出てきましたね。はい、良くなってきました。お仕事上首を下に向いたりとか、意外と力を入れられたりすると思うんですけど、気づかない間にこの二の腕の部分ガッチガチになっちゃうんですよ。で、特に女性この二の腕はすごい大事な部分になるので、こちらも合わせて流していきたいと思います。で、痛いんですか？今こちらの血行が良くなって流れている部分、こちらにしっかりと流してあげるというのが大事になってきます。タメで見てると気持ちよさそうなんですけど、ね、実はすごく感じていない。普段ここがガチガチですね。この今最初ゴリゴリだったのがだいぶ流れが良くなって、最初のゴリっていうのを感じにくいかなと思うんですけど、力抜いていってください。面白いですね。そうなんです。整体と筋トレのやり方も合わせながらっていうのは結構動きが良くなると思います。だんだん皆さんの反応がなくなってきたら寝てんじゃないですか？寝てないですか？大丈夫ですか？気持ちいいの？院長直伝の腰のくびれ作りがあるんですけど、それは実は横向きでやるやつなんですが、おーすごい。うわーすごい。奥の方までずーずーんとゆっくる感じですね。なんかでも そんなにいろいろウエストの周りやってもらえるとウエスト細くなったりします？キュッていうのを実感いただける感じ。それではですね、デコルテ周りを次は行きたいと思います。本当にデコルテって年齢も分かっちゃうし、やっぱ綺麗な方が、そうですよね。はい、で最近の方はリモートワークとかで肩が内巻きに入っちゃって、ここも大事なツボがここですね、あるんですけど、疲れたなぁ、ちょっと元気出ないなっていう時はここのですね、鎖骨の下、この辺を少し強めに押してみてください。これが詰まってるとすごい痛いんですよ。決めつけられる感じ。鎖骨もやっぱ出てる方綺麗に見えるんですよね。痛い。じゃあ今腕の内側のリンパに向けて流してる感じですね。後ろに行きます。で今ちょっと見えないんですけど、首の後ろで頸椎1から7のところを触りながらほぐしていってます。おお、意外に痛い。そうなんです。で、詰まってる方はどうしても首のこの後ろもそうなんですけど、ね、今耳の後ろにも合わせてこう流していってるんですが、今もうがっつりこの耳の後ろを使ってらっしゃいますね。でも疲れやすいですか？ね、でも使ってますよね。そうするとこのですね、後頭部のこのちょっと見えないんですけど、付け根あたり、後頭部の付け根あたりがガチガチになっちゃってますね。でどうしてもここ肩が伸びなかったり、あんまり伸びるような動きを普段されないと思うので、そうするとこの部分がガチガチに張っちゃいます。そうしていきますね。痛いですね。グリグリしちゃった。グリグリしちゃったんですか？どうしても皆さんここがね、詰まるんですよね。特にこっち側の上側が今、そうですそうです。そうですだいぶ張っちゃってます。痛いです。痛いですね。痛い。首が長くなります。首軽くなっちゃいますね。折ってるんですね。すごい痛いですね。これを上の方に向けて上げていくことによって、ここを上げるとこのラインも一緒に上がってくるのが分かると思うんですけど、合わせて上げていってます。すごい痛い。頭相当
相当疲れてらっしゃいますね。いいじゃん、頭使ってって、ほら、いいじゃん、頭使ってって、いろんな疲れが溜まっちゃってるみたいで、それが頭に出ちゃうんですよね。右ゴリゴリってなんです。うわ、痛い、ちょっとだけ刺激が加わります。うわ、右の方がめっちゃ痛いわ。 うわ痛そう、なんか痛い、酷使だいぶされてますね。うわ痛い、うわ痛い、よかったね。痛い、結構すごい痛いですよ。痛み分かんない感じのすぐ、そう、見た目すっごい痛いですよ。全然なんですよね。そんな力入れてるわけでも足まで、うわ足つぼやってるみたいな雰囲気で。ゴリなのがあるんですよ。うん、ある。でそれが流れるまでちょっとだけ流すまでに、なんか片頭痛が来ちゃった感じ。うわー、こっち側実はそうなんです。先生優しいんだけど、押してるだけに見えるんですけど、美容針と合わせるとすごいですよね。そうですよね。針で最初にほぐしてって、刺激与えた後に最後針で流すので、ちょっと抜いて抜いて、ライチョウの力がもう痛くて多分うわっときます。頭の疲れは少しでも、ここが全然最初と違います。うんうんうん、ですね。以上、デコルテでした。ありがとうございます。すごい気持ちよかったね。はい、というわけでご褒美ヘルコースが終わりましたけど、どうでしたか。気持ちよかった。ちょっとこの辺が痛いとかあったけど、ね、ちょっとまあ、ね、すごいですよね、まあ、この辺のデコルテのはスッキリしましたね。うん、すごい気持ちよかった。ご褒美です。ストーンとかオイル使ったやつも男子鍼灸院で田田先生はじめ、あれ院長もこのコースやるんですか。そうなんです。院長もやるんですね。院長もオイル使いながら女性の体を今やっております。ドラえもんの手で言われるぐらいすごい今大人気です。できますんで、ぜひお問い合わせくださればいいと、はい、ね、よろしくお願いします。というわけで、これからもいろんな動画を配信していきますので、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。ありがとうございました。今日もありがとうございました。お、気持ちいい。あら、スペシャルサービスじゃない。うん、ご褒美、ご褒美。まあ、足の裏なんて70度ぐらいでいいですよ。いやだよ。ちょっとタンパク質変性起こすぐらい。ふなぎさんの大好きなヒートショックプロテイン。そうそうそう。めっちゃ気持ちいい。ふなぎさんがね、ヒートショックプロテインって言えなかったんですよ。ヒートショック早口言葉です。じゃあ なんか言っても、ヒートショップ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 、ヒートテックって言っちゃう。ヒートテックプロテインとか言っちゃった。ヒートテックプロテイン面白い。ヒートテックプロテインユニクロじゃないよとか言われてね。気持ちいい。冷え性の人には最高ですね。そうですね。で最初に本当施術入る一番最初、カウンセリングの時に足浴、スクラブをしながら足浴をスパしていってます。足浴私もやってます。はい。足洗ってますみんなの。そうなんです。片足立ちそうな、片足立ちもも の上に足乗せてもらって拭いてますよね。